はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですねはい、こちらじゃじゃん、 M1 チップを積んだで、MacBook Air ですね。はい、こちらの方紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、MacBook Air、 はい、 M1 チップ搭載のですね MacBook Air をですね購入いたしました。話せば長くなるんですけれども、これね、私用じゃないんですよ。これ妻用なんですけれども、はい、つい先日ね、私 MacBook Pro 使ってるんですよ。MacBook Pro をメインで使ってるんですけれども、MacBook Pro のね液晶がね割れまして、その動画、まあどうなんだろう、リンクとかこの辺にできるのかな、ちょっとわかんないんですけど。はい、MacBook Pro の画面が割れたっていう動画を撮ったんですけれども、その修理代がね、もうね、すごい、修理代でこれ買えちゃうっていう状況だったんですけれども、まあね、仕事用で使ってるものでね、年末進行非常にね、辛い状況にあったので、もうこれはもう直すしかないというふうに思いまして、直してたんですけれども、まあ直す際にね、送ってから戻ってくるまで、やっぱりそれなりにね、仕事が止まってしまうと、これ止まったらね、ちょっとね、まずいというふうな状態になったっていうのもあって、だからといって修理代もかけて、パソコンももう一台買ったら、もううちの家計は火の車です。なのでどうしようかなと思ったんですけども、うちの妻ね、もう事務仕事をちょいちょいしてもらえるんですけれども、その仕事をねする際にね、パソコン欲しいと、古いパソコン、かなり古いパソコンを使っていて、もう10年ぐらい使ってるパソコンだったので、そろそろ買い替えなきゃねなんていうふうな話をちょうどしていたので、じゃあ M1 チップいいじゃないっていうことでね、買ってみてですね。で、最初は私のアカウントを設定して、今も妻のアカウント設定してるんですけれども、最初はね、私のアカウントを設定して、で、その私のアカウントを設定してですね、で、パソコンが戻ってくるまではですね、そっちで作業をしていたというふうな形になるので、まあ大体トータル的にね、私は、それでもパソコン戻ってきてからもデータの移行作業とかもあったんで、トータルでね、大体まあ1ヶ月までいかないかなぐらい、ほぼ1ヶ月ぐらいね使ってみたという形で、 MacBook Pro、 最新の MacBook Pro を使っている人間が M1 チップの、なかなかね、ここ買い替える人っていないじゃないですか、なかなか。まあいや、お金持ってる人たちは買い替えるのかもしれないですけども、買い替えないと思いますので、その観点からね、いろいろとね、レビューの方をしていきたいと思います。ざっくりですけどね、ざっくりしたレビューになりますけれども、していきたいと思います。まずね、M1 チップの方を使ってみて、 MacBook Pro との、比較をした状態で何が良くて何が悪いのかっていうところですね。ここをですね、ご説明していきたいと思います。まず MacBook、 こっちはね Air じゃないですか。 MacBook Pro から比べたら Air ですから、スペックが低く感じるはずじゃないですか。まずね、ちょっと悪い点から言っちゃいましょうか。まずね、まあ、モニターが小さいです。当たり前です、これは。当たり前です。Air ですから。こうやって持てるぐらいの軽さですから。MacBook Air として使っている分にはいいんでしょうけども、Pro を使っている人間からすると、まあ、画面が小さいです。これはもうしょうがないっていうふうに言えなきゃいけないのかなっていうふうに思いますけど。で、あとですね、スピーカーがね、ちょっとチャッチーです。実際ね、こっちを先に聞いたら、
先に聞いたらこっちしか聞いたことがなければ十分って思うかもしれませんけど、 MacBook Pro はね、最新の MacBook Pro の動画も出してますけど、そっちでね言っている、もうねなんかね画面が綺麗だとかね、 MacBook Pro でまず一番何が驚いたかっていうのはね、もうキーボードがすごいとかじゃなくてね、もうねスピーカーがすごいんですよ。もうこれ一台でね、もう他のスピーカーなんかいらないって、これに外付けするスピーカーなんかいらないって思うぐらい MacBook Pro のスピーカーすごいんですけど、そこから比べるとちょっとこちらの方は見劣りするかなーっていう風な感じになります。以上です。MacBook Air の、MacBook Pro を使っている人間が MacBook Air 最新の M1 チップを載せた MacBook Air を使った時に不満点があったとすればそれだけです。そのぐらいすごいです、こいつ本当にすごいです。もうね、処理能力とかっていう風な意味でいけば、まあ、あのベンチマークを測ったか、まあ、測ったは測ったんですけど、さほど変わらないですね。 MacBook Pro 半分ぐらいの値段ですよ、こっちの方が。3分の1までいかない、でも半分ぐらいの値段、半分以下の値段ですよ。全然スペックは高い、びっくりします、本当にびっくりします。で、静かです。あの、動画編集もしてみたんですよ。動画編集して書き出しもね早いんですよ。まあ、MacBook Pro から比べると若干実際に遅いです。あの、15分ぐらいの動画で書き出しすると2分ぐらい差が出ますね。あの、何本かやってみたからなんですけど、まあ、トータルというかその、まあ、平均値みたいな形、ちょっとさすがにずっと持ってると重たいですね。はい、あの平均値にはなるんですけれども、だいたい2分から3分までいかないかなって、だから誤差の範囲内ですよね。あの15分ぐらいの YouTube 動画をまあ、やるぐらいだったらそんなに差がないかなっていう風な感じに感じられる。若干 MacBook Air の方が M1 チップ積んでる方が若干遅いかな、若干ですよね、もう若干遅いかなって感じるぐらい、まあ2分、うん、平均値で2分ぐらいですかね。ものによっては本当に1分ぐらいになるものもありまし、1分ちょっとぐらいのものもありましたし、3分ぐらいかかるものもありましたけども、まあ、長さによっても若干変わってきますけどね。はい、そんな感じで、ただその間、え、これ書き出ししてるのって思うぐらいめっちゃ静かです。あの MacBook Pro はもう轟音を立てるんですね。あの轟音立てちゃいけないような場所で仕事してないんで全然問題はないんですよ。ファンが回ること自体はちゃんと冷やしてくれてるんだろうなって思うんで全然問題ないんですけど、あのファンレスなんですね、あのこの、MacBook Air の M1 チップ積んでるものですね。なのでファンが回るはずもない。だからといってすごい発熱するかって言われると、いや、そんなに言うほど熱くはなりますけど、あの MacBook Pro と比べて熱くなるかって言われると、そうでもないんですよね。いや、すごい、あまりにも高機能、あまりにも高スペック、まあね、すごい処理能力。もうなんで M1 チップの前出る前に MacBook Pro 買っちゃったんだろうって思うぐらいっていうか、あのちょっと不満が残る感じ。 MacBook Pro もね十分いいパソコンなんですけど、なんかどうしてもね比べちゃうとうーんってなっちゃう感じ。こんな金額ねかけてるのにうーんってなるかなと。まあ、とはいっても M1 チップが載っているね、16インチモデルっていうものが今多分まだない、まだないのかな、ないので、私はやっぱり画面が大きくないとちょっと仕事にならないっていう部分もあるので、なので、まあ、M1 チップの方を、こちらの方は、まあ、うちの妻がね使うっていうような形になりますので、何かねレビューしたいものがあった時にはですね、こちらの方を使ってみたいなというふうに思いますけれども、まあ、M1 チップが曲げている点っていうのがほとんどない。すごい満足度も高い、そして安い、もうびっくりです。なんかね、一部でソフトが使えないとかっていう声が上がってるとかっていうのはありましたけど、あの実際にね買ってすぐ仕事で使うねラベルをね、あの印刷するプリンターのドライバーがないっ
になって印刷できなくて本当にちょっとドキドキした時間がありましたけど、それも、まあ、M1 チップが悪いわけではなくて OS が新しいものになったからっていうことであって、それもね1週間もしないうちに対応されてましたし、なので全然新しい OS になったから困ったっていうことも、まあ、あまりなかったですし、まあ資格なしですね。スピーカーがちょっと弱いかな。あとやっぱりね、こっちにしかね端子がないっていうのが、タイプ C の端子がこちらにしかないんですね。反対側にないっていうね、はい、こちらにはね、3.5mm ピンの、端子しかないので、まあ、それがねちょっと運用上ねどっちにもあったらいいのになーって思うシーンは確かにあります。でもまあこの辺もね他のレビューアーさんがね言ってますけどね、まあその程度です。本当に重箱の隅をつつく程度のことしか見つけることは不可能でした。実際に1ヶ月近く代わりに使ってみてですね、最新版の、MacBook Pro の代わりに使ってみたにもかかわらず不満点ほとんどなし、いやむしろいい点の方が見受けられる感じでした。はい、MacBook Pro すごく良くて、その頃買った時も最強って言ってたんですけど、まあ最強っちゃ最強なんですけど、 MacBook Pro のタッチパッドってちょっと大きすぎるんですよ、私からするとですけど。M1 チップのね MacBook Air はタッチパッド一番ビンゴのサイズなんですよ。だからそこら辺も含めてもね、下手するとちょっとエアーに買い替えたくなっちゃう。でもとは言ってもやっぱりモニターサイズがどうしても16インチないと、フォトショップとか使ってるとねちょっとやっぱり画面がねちっちゃいのに慣れるかな、1ヶ月近くも使ってれば慣れるかなと思ったんですけどね、やっぱりね MacBook Air モニターはサイズがちょっとやっぱちっちゃく感じちゃうっていうのがどうしてもネックかなというのもあるので、まあせっかくね買った気に入って買ってる MacBook Pro なんで、こちらは末長く使っていくような形になるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、それにしてもね M1 チップはすごいというのをですね、 MacBook Pro の最新版を使っている人間からしてもすごいというふうなですね、比較と、まあ、ざっくりした比較ではありますけれども、日常的に使ってるねそういう比較の方がねやっぱりリアル感があるんじゃないかなというふうに私は思っているので、まあ、参考になればいいかなというふうに思って動画撮ってみました。はい、ぜひね皆さん、お年玉、あとは、まあ、ボーナスとかでもいいですけれども、これねもうね MacBook Pro、MacBook Air の買い替え時はまさに今というふうに言っていいんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひね M1 チップですね手に入れてね、その速度、スペック、使いやすさ、チェックしてみていただければというふうに思います。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。まさか MacBook Pro 最新版にはかなわんだろうとかですね思ってた方、ぜひねグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押してみていただければというふうに思います。本当にすごいです、本当にすごい M1 チップね、使ってみてそう思いましたということだったので、ぜひですねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。